北九州市小倉北区の小倉井筒屋では午前9時半の開店前から多くの買い物客が列を作っていました。今年の初売りで小倉井筒屋は衣類などが入った1000円台のものから2024万円の高級車までおよそ1万6000個の福袋を用意しています。特設会場や各売り場は福袋を買い求める客の熱気に包まれていました。パジャマとお菓子と人にびっくりしましたけど多いのに、でも早く入れてよかったです。小倉井筒屋は福袋を明日も販売する予定ですが、開店後すぐに売り切れたものもあるということです。